さあ攻守の方向を向き変えまして、トライサーズフォースダウンの状況に入ります。トライサーズフォースダウン8、パンプフォーメーションを取っています。さあリターンに入る琉球、さあ駆け上がっていく、ロッカーいるか、振りほどいている、まだ残っている、そのままいった、タッチダウン。このパントシチュエーション、見事にパントリターン、タッチダウンとなった。ターナー33番、それをリターンし、相手のラッシュをかわしながら右サイドに一気に駆け上がりました。ディフェンスの中、ブロッカーを生かし、それを払いのけ、見事タッチダウンを決める形で先制となるパントリターンタッチダウンを成功させております。琉球ガーデンライオンズ6点先制になりました。そしてトライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーに入ります。これをキック決めまして1点追加、琉球ガーデンライオンズ7点、トライサーズ0点。まず琉球ガーデンライオンズがパントリターンタッチダウンで先制する形に成功となりました。非常に素晴らしいフットワークを見せました。ディフェンスは足を払いのけて、そのまま一気に叩き落とそうとしましたが、それを払いのけまして、そのままサイドライン駆け上がり、見事エンドゾーンを落とし入れる形になっております。この先制となるタッチダウンを決めましたのは琉球ガーデンライオンズ33番の藤本でした。大阪経済大学出身のプレイヤーです。さあその得点を挙げました琉球ガーデンライオンズのキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を上げた側がキックオフをして試合を再開いたします。そのキックオフを務めますのは琉球は50番の高見沢です。さあトライサーズリターナーを2枚配置しています。1人は27番、もう1人はちょっと後ほど確認したいと思います。さあトライサーズリターンに入った、右サイドラインをつきましてリターナー2番、自陣30ヤード付近を確保しております。リターナーリターンしましたのは2番の大畑でした。大阪商業大学出身のプレイヤーです。さあトライサーズはここから反撃に入ります。チャット内メッセージありがとうございます。妖精さん、ゴーライブライオンズ、リッチャーさん、配信ありがとうございますとメッセージ、非常に嬉しく思います。感謝申し上げます。さあ琉球、先ほどのその応援に乗るかのように見事先制タッチダウンを入れる形に成功しました。トライサーズ、さあここでこの攻撃シーズン見直せ、状況をイーブンに持ち直すでしょうか。自陣31ヤードからトライサーズファーストダウン10。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めなかったという形の反則です。オフェンスには制限時間があります。この時間内にプレーを開始しないと5ヤード抜体という形になります。トライサーズ自陣26ヤードからのファーストダウン15。ここでイエローフラッグが再び投じられております。反則が発生しております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。先ほどはラインマンが揃ってスタートできなかったためフォルススタートという形になっております。
オフェンスチームはボールが動くタイミングを自分たちで決めれますが、この時には全員が一旦1秒間静止していなければいけません。従いまして揃わなかった段階で反則という形になります。従いましてトライサーズはさらに反則か、さらにファーストダウン20という形で試合が続行となります。QB スサー、ここでパスプレーを行使しようとしましたトライサーズ。しかしそこに琉球ディフェンス陣殺到し、70番と73番が寄りまして QB スサー、クォーターバックがパスを投じる前に仕留め、さらにロスオーバー形になっています。見事 QB サックを決めましたのは70番の高橋、明星大学出身、そして73番はゲイブ・エルバーズです。ロレーナ高校出身の、昨年まではチームキャプテンでした。さあトライサーズセカンドダウンロングの状況に変わります。インターセプト、ターンオーバー。ここで大きなプレーが出ました。インターセプトです。トライサーズが投じました。パスを取ったのは琉球ガーデンライオンズ。インターセプトにより攻撃権を奪還しまして、攻守交代、琉球ガーデンライオンズに攻撃権が移ります。なんとかパスによって打開を図りたいといった、その状況をまさに見計らったように24番松葉が素晴らしいインターセプトを決めました。東京学芸大学出身のプレイヤーです。さあ琉球ファーストダウン10、パス不成功。ここで一気にタッチダウンを狙いました。琉球クォーターバックの7番右に奥走りました。3番へのパスを投じました3番。しかしこれをダイビングキャッチ試みましたが不成功となっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。ボールオンは相手陣7ヤードなので、セカンドダウン2ゴールの状況に変わっております。残り3回でタッチダウンを狙います。琉球セカンドダウン2ゴール、残り7ヤード。さあランプレイター、今度はランニングバック33番にハンドオフ、右に振りましてアウトサイズゾーン外へ振ると見せかけ、33番中央切れ込みました。原因はしていますが、しかしサードダウンに変わります。ここはトライサーズも踏ん張っております。1番を筆頭にディフェンス群がっております。1番は滝本、神戸大学出身のプレイヤーです。琉球サーダントゥーゴール、残り4ヤード。パス成功、タッチダウン。ここで琉球はパスプレーによってタッチダウンを見事成立させました。クォーターバック7番中央切れ込んできたワイドレシーバー28番にパスを通し、そのまま28番エンドゾーンなだれ込んでタッチダウン。琉球鮮やかなパス攻撃によってこの攻撃完結しまして、さらに6点追加となっております。さあそしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。琉球キックフォーメーションを取りました。このキック決まりまして1点追加、琉球ガーデンライオンズ14点、トレサーズ0点とその差広がった形になっております。しかし用意周到なプレーといったところでしょう。1番外にいたレシーバー中に切れ込み、その隙間に入り込むように見事パスをキャッチして、そのままエンドゾーンに流れ込み、見事追加点を取るに至っております。チャンスを見事生かしまして、琉球がタッチダウンを重ね、試合の主導権を徐々に握りつつあります。その琉球ガーデンライオンズのキックオフで試合再開となります。
トライスターズもしかしディフェンス、そしてキッキングは非常に見るものがあります。オフェンスに突破口が見えてきますと非常に面白いチームでもあります。さあ、そのオフェンスのチャンスを得るかもしれません。このリターンに注目しましょう。トライスターズリターンに入ります。リターナー中央付近切れ込みまして自陣30ヤードを確保しました。この位置からトライスターズの攻撃となります。リターナーは2番の大畑でした。大阪商業大学出身です。ジャミン・ベイカーさんのメッセージありがとうございます。ナイススロー。おそらく先ほどの琉球の、クォーターバック藤原のパスを称賛してのメッセージと思います。サンキュー。トライスターズファーストダウン10、ボールオン自陣31ヤードディフェンス最前列上がりました。さあ、そのプレッシャーをかいくぐった。ナイスゲーム、ファーストダウン。ここでプレッシャーをかけんとして上がってまいりましたが、その裏を突くようにリバースプレー、まさに相手の裏を突きました。見事なプレー決まりまして、最前列上がった琉球のディフェンスアザワウに2番駆け上がり、一気に攻撃権更新です。トライスターズファースト。見事なダン決めたのは2番の大畑です。大阪商業大学出身。琉球相手陣失礼しました、トライスターズ相手陣48ヤードからファーストダウン10。さあ、ダイブプレーを今度は挟みます。非常に、ユニークなプレーでした。2人のランニングバックのうちの1人だけが動く形になり、一瞬相手のディフェンスのタイミングを狂わせるディレイ、フリーズさせた形でダイブを決めて1ヤードゲインとしています。この辺り工夫が見えます。トライスターズも様々な形でその突破口を見出さんというところが感じられるそのワンプレーでした。トライスターズセカンドダウン9。ベーシックなプロティフォーメーションを採用しています。これも非常に面白いことを試みています。さあ、そしてハンドオフしました。ハーフバックに、右オープン展開を図らせました。そこからカットインし、41番が約2ヤードから3ヤードゲインしています。キャリア41番は山本、手塚山大学出身のプレイヤーです。非常にベーシックな、そして近年では見ることが珍しくなった T フォーメーション、そしてショットガンですが、これもスプレッド体系、これもややクラシカルなスタイルでもあります。この辺が何かしら策を感じます。さあ、しかしここでトラブルが発生、スナップ乱れました。クォーターバックなんとか抑えましたが、しかし結果的には交代する格好になりフォースダウンとなります。しかしトライスターズ非常に面白い試みを展開しています。 T フォーメーションは古典的とは言われていますが、しかしランニングバックとラインマンのタイミングが常に均一なため、ラインマンのブロックのタイミングが一定にしやすいというメリットがあります。またランニングバックがすぐにスクリメージ最前列に到達するため、ブロックの時間が短く反則が減るというメリットもあります。ライン戦で不利な場合にはこういった戦術が有効であることは古来から、常に戦術の中では論じられておりますが、トライスターズどうやらこういった工夫を試みている点非常に面白く思います。トライスターズここで前半1回目のタイムアウトを投入しました。これは先ほどの戦術に対して私の見解を加えて誠に恐縮ではありますが、おそらくは琉球のアメリカンフットボールの造形歴史は浅いというその
観点からのその追求をした戦術だというふうに考えられます。近年ではこの T フォーメーションを使うチームはほぼ皆無に近いと言っていいでしょう。逆に言いますと T フォーメーションはそれなりの対策が必要です。ラインバッカー及び後列の選手も求められるスキルは若干異なります。これが果たして備わっているか否かという部分をついた選択ではないかというふうに想像させていただきます。しかしその点においては琉球パワーでこれを押し返しているという点において琉球も浅はかならぬそのフットボールの力を感じる、そのような一幕でもありました。トライサーズフォースダウン13の状況、パントで、この状況を打開図ります。スナップにやれた、パンターこれは蹴れずと判断しまして、そのボールを抑えましてリスクを最小限としました。しかし大きく後退しまして攻撃上等となります。攻撃権変わりまして琉球相手陣28ヤードからの攻撃と変わります。先ほどフラッグ投じられましたが、このフラッグは無効という形になり、プレーは正式に成立しました。 TY 様メッセージありがとうございます。どんどん汚くメッセージをお願いいたします。さあ琉球相手陣28ヤードからの攻撃に入ります。琉球ファーストダウン10、パス不成功。クォーターバック7番ここで一気にエンドゾーンを狙った、中央縦に上がりました。3番へのパス、3番しかしこれが逆リードとなったか、パスを見失いパス不成功となっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。さあ琉球セカンドダウン10、ボールオン相手陣28ヤード。しかしトライサーズは堅守を誇ります。これを突破なるでしょうか。ここでオプションプレーを展開、クォーターバックが持つかランニングバックに託すか、ここは託しました。ピッチまして33番、右オープン駆け上がり、一気に攻撃権更新です。琉球ファーサー見事なランで攻撃権更新果たしましたのは33番藤本でした。大阪経済大学出身。琉球相手陣15ヤードからファーストダウン10、失礼しました、プレーを見失いました。誠に申し訳ございません。フェイクに引っかかりましてクォーターバック、そこからロールアウトしてパスを投じた模様ですが、このパス不成功となっております。パス失敗によりセカンドダウンに変わります。誠に申し訳ございませんでした。琉球セカンドダウン10、パス不成功。今度はランをフェイクにし左にいた3番へのヒッチパスを投じましたが、これはトライサーズも素晴らしい対応しましてパス不成功としています。ダウン変わりましてサードに変わります。やはりトライサーズディフェンスに関しては非常に見るべきものがあります。この点においてザイエのチームとはいえ侮れない存在でもあります。そしてもう一つトライサーズにはキッキングで素晴らしいキッカーの中塚がおりますので、この点においても注目ください。琉球サードダウン10、さあトラブルマンが判定どうか、さあこれは果たしてどうだったでしょう。
スローブイン間に合わず誠に申し訳ございません。さあ先ほどパスは通りましたが、このキャッチしているプレーをしている間にファンブルが発生しました。これはキャッチ後のファンブルですので、当然ライブボール生きた状態になっています。どちらが抑えてもその攻撃権は権利が得られます。どちらが最終抑えたでしょう。ターンオーバー。先ほどのプレー、やはりファンブル発生した際に抑えた選手の権利にありますが、トライスターズ抑えました。従いまして攻守交代です。攻撃権変わりまして、ターンオーバー、トライスターズに攻撃変わります。この辺りがトライサーズの怖いところです。非常に強固なディフェンス、そして非常に巧みなタックルを全員が身についております。この非常に重要なブロッキング、タックリングのテクニックをちゃんと身につけているトライサーズ、やはりここで見せました。さあ攻撃権取り返したトライサーズ、ファーストダウンテン。さあここでしかしイエローフラッグが投じられております。まずクォーターバックのランによって、失礼しました、41番のランで右オープン展開を図りましたが、ここでの反則は果たしてどちらのチームにあったでしょうか。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。5ヤードバッタイとなります。したがって先ほどのプレー自体は無効となりまして、ファーストダウン5の状況で試合再開となります。トレッサーズファーストダウン5。さあここでハーフバックにハンドオフしまして、ダイブプレーを展開しました。ビアフォーメーションからのダイブです。キャリアは5番、隙間を縫うようにゲイン図りましたが、しかし獲得なくセカンドダウンになっております。ビアフォーメーションはクォーターバックの真後ろにではなく、両サイドガードの後ろに広げた形で配置する T フォーメーションです。かつてはここからのオプションプレーで全米でも大ブームになりました。しかしそれも半世紀以上の前の話と聞いております。トライサーズセカンドダウン5。ナイスゲーム、ファースター。ここでクォーターバック15番、ディフェンス殺到する中、見事なフットワークでそのプレッシャーをかわしまして2番にパス。2番これをこのパスキャッチし、さらにセカンドエフォートで攻撃権更新になったかというところですが、ここでイエローフラッグが投じられております。さあ果たしてこの反則どちらのチームにあったでしょうか。オフェンスにフェイスマスクの反則がありました。相手選手のフェイスガードを掴んで倒したという形の反則です。これはオフェンスディフェンス双方ともに発生するケースですが、今回はオフェンス側がその反則を犯しました。残り距離が非常に厳しい位置でもありますので、その半分の距離の罰則を受ける形でセカンドダウンをやり直すという形になります。従いましてトライサーズセカンドダウン5で試合再開となります。ちなみに本来の罰則としては15ヤードのバッタリーになります。さあモーションを入れた、トラブルが発生している、セーフティー。
スナップ乱れました。クォーターバックに投げるセンターからのスナップが乱れ、後方に大きく攻撃、ボールはエンドゾーン中に入りました。このまま琉球がこれを抑えますと琉球にタッチダウンという形になり、これを回避するためトライサーズは自らエンドゾーン中でボールを抑えました。結果的にこれは自殺戦となります。セーフティーとなりまして琉球に2点が追加されます。琉球ガーデンライオンズ16点、トライサーズ0点となります。さらにセーフティーの場合は自殺戦という形になり、失点をした側に貸し去りということで、失点をしましたトライスターズにキックオフという形がキックオフする形になります。従いまして必然的に琉球が次の攻撃を続けて得やすい格好になります。この点においてもセーフティーは非常にリスク、そしてその後の展開が厳しくなる状況を生んでしまいます。しかし今のはタッチダウンを奪われないというための苦肉の策という判断をいたしました。この辺りは非常にぜぜひひれはありますが、トライサーズアメリカンフットボールに熟知した正確な判断という形で解釈させていただきたいと思います。さあしかし結果的には点数を2点献上する形になりました。トライサーズのキックオフで試合再開となります。またセーフティーの場合は自陣20ヤードとさらに後方の位置からのキックオフになります。ただしキックオフのスタイルは選べます。通常のキックオフではなくトライサーズはどうやらパントスタイルを選ぶ模様です。さあ琉球2ターンに入った。相手陣に入ったところで琉球攻撃を得る形になります。琉球相手陣43ヤードからの攻撃に変わります。リターンをしましたのは琉球ガーデンライオンズ14番の草開きです。大阪工業大学出身のプレイヤーです。琉球ガーデンライオンズファーストダウン10、ボールオン相手陣43ヤード。パス成功、ファースター。ここで琉球パスによってまずこの攻撃を一発で更新としました。見事パスキャッチしたのは29番のプレイヤー中村でした。城西大学出身。ここで2ミーツオーニングに入ります。残り時間2分を切りまして2ミーツオーニングに入っております。今季より日本のアメリカンフットボール準拠しますアメリカのカレッジルールに変更がありまして、前後半の残り2分を切った段階で2ミニッツウォーニング、レフリータイムアウトが入る形になりました。従来はプロリーグでしか採用されなかったこの2ミニッツウォーニングが適用されたことにより従来以上に時間をうまく有効に使った攻め方が求められます。同時に守り方もこの時間を今うまく駆使することが求められます。この時間をいかに考慮した戦い方が求められるか、この2ミニッツウォーニングぜひご注目ください。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全チームによります合同企画によって実現しております。この企画に応じていただいた企業様、そして個人様のご寄付ありまして、この配信は成り立ちました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この企画は現在も継続しております。この配信の説明概要欄にその申し込みとなるショッピングカートの URL ございます。こちらで内容をご覧いただき、ご賛同くださいます。企画ございましたら、ぜひご協力よろしくお願い申し上げます。さあ2ミニッツウォーニング解けまして試合再開となります。琉球相手陣29ヤードからファーストダウン10、さあ再びパスへ、同じく29番にパスを投じまして約6ヤードのゲインとしました。しかし中で倒れたため時計が回ります。さあ時間をできるだけかけずにこのまま攻撃を展開した琉球、セカンドダウン4、ボールオンは相手陣23ヤードの状況です。時計は現在回っております。さあパスを打った、切れ替わっていく、攻撃権更新、ファースター、再び中央切れ込んだレシーバーにパスを通しまして見事攻撃権更新になりました。琉球ファースター、チェーンが移動します。このチェーンがセットされるまでは時計が止まります。チェーンがセットされると時計再び回ります。さあ時計回りました。タイムクロックイズライブ、クロックイズライブ、
琉球ファーストランというゴール。パスインコンプリート、パス不成功です。今度は外へ展開する3番にパスを投じましたが、これは不成功です。前パスは失敗しますと時計が止まります。前半残り時間は1分7秒でクロックは止まっております。琉球セカンドダウン2ゴール、残り8ヤードです。前半残り時間1分7秒、ビッグプレイ、ターンオーバー。ここで琉球パスを続けました。しかしこのパスを取ったのはタイサーズ17番、インターセプトです。そしてそこから大きくリターン、自陣40ヤード付近まで大きく返しまして、この位置でトライサーズ攻撃となります。ターンオーバーによってトライサーズに攻撃権に変わります。非常に大きなプレー出ました。ここで琉球さらに得点重ねるというところでしたが、トライサーズさすがの堅守です。ここでインターセプトによりこの状況を突破しました。見事インターセプトを決めたのは17番の坂江、大手門学院大学出身のプレイヤーです。エイジ40、トライサーズファーストダウン10。パス不成功。ここでワイドレシーバー11番にロングパスを投じました。ディフェンスが早いタイミングに対応するため前に上がっているその裏を掴むという形で奥に走り込んだレシーバーにパスを投じましたが、しかしこのパスはオーバースローとなり不成功となっています。 T フォーメーションはタイミングが早いランが常に展開されるため、どうしても2列目がだんだん前に上がる傾向にあります。これを裏に掴むという形でパスを投じましたが、しかしこれは通りませんでした。さあフォーメーションを相に戻しました。トライサーズセカンドダウン10。さあ今度はオプションプレーでクォーターバック自らキープを判断しました。中央切れ込みまして約4ヤードゲインしましたが、ここでホイッスルが鳴っています。トライサーズここで前半2回目のタイムアウトを行使します。このあたりトライスターズ非常にやはりアメリカンフットボールを熟知しているといった巧みな選択をしております。在野にあるチームゆえ、侮られがちですが、しかしこのディフェンスは常に驚かされます。これがトライスターズの魅力でもあります。さあオフェンスでこれが出ると非常に面白い状況ですが、サーダン6の状況でどのようなプレーを行使されるか注目しましょう。ボールオンはトライサーズ陣39ヤードからのサーダン6。チャットランメッセージありがとうございます。あだかさまとお読みさせていただきます。ライオンズ頑張れ、そんな皆様、沖縄から応援しています。メッセージありがとうございます。さあトラブル発生しているがどうだ、これを琉球逃さない。73番このミスを見事に、襲いましてプレーを潰しましてフォースダウンに変えます。ここでホイッスル、ここで琉球が前半1回目のタイムアウトを取りました。琉球どうやらこのチャンスを得点機と狙いたいということで、琉球がタイムアウトを取っています。見事なチャージかけましてこのミスを逃しませんでした。琉球ガーダンライオンズ73番はゲイブ・エルバーズです。創部以来活躍しておりますこの選手のやはり注目すべきワンプレーは必見に値するといったところでしょう。
さあ残り時間39秒前半の状況でのフォースダウン13、クライスターズこれをしのぎたいところです。パントフォーメーションを取りました。絶妙の滞空時間のパントはリターンできる状況を作らせず、琉球陣32ヤード付近でとどまりまして攻守交代となります。残り時間23秒という状況で琉球前半最後の攻撃のチャンスという形で、攻撃機に入ります。さあ琉球はこの23秒使いまして得点を狙いに行くでしょうか。トライスターズはこの時間をしのぎきる形で前半を終えるでしょうか、あるいはその隙をついて得点を狙うでしょうか。さあ琉球ボールオン自陣32ヤードからのファーストアンテ、パスオーター右に展開しました。レシーバーにパスを通しました14番、これをキャッチして14番外へ出ましたので時計は止まっております。残り時間前半17秒、前進距離は約7ヤードになっています。キャッチしましたのは14番の草開きです。本職は内装職人というふうに聞いております。そのテクニカルなプレーが見れるワンプシーンでもありました。琉球セカンドダウン3、さあ再び外へ振った、これも外へ出まして時計を止めます。着実にしかし前進しながら時計を刻みながら選択攻めています。これこそ2ミニットウォーニングの攻め方でしょう。ターゲットは28番のプレイヤーでした。28番のヨミネ、ここではいい仕事をしております。東京国際大学出身、攻撃権は更新しファーストダウン獲得となっています。さあ前半残り時間は14秒で時計刻まれております。ボールオンは自陣45ヤード。さあどこかで勝負するという状況になってまいりました。さあそれともまだ刻み続けるでしょうか。琉球ファーストダウン10、前半残り時間14秒、さあ今度は左に振っている、まだ走れる、さあどこまで行くか、さあ果たして時間はどうやら残り1秒残っている。これはギリギリのところ見事決めました。33番、キャッチして左オープン展開、ディフェンス振り切り、非常に際どい状況でサイドライン割りました。残り1秒の段階でした。これは見事なクロックコントロールです。さあそしてここで琉球は前半2回目のタイムアウトを行使します。これは大きなプレーでした。スロー V を取り損ねたのが残念ではありますが、しかし見事なプレーを披露しましたのは33番藤本でした。大阪経済大学出身のプレイヤーです。さあこの1秒のワンプレーを果たしてどのようにするか。さあフォーメーションはどうやらキックフォーメーションを取ります。フィードゴールトライ、キックレングス38ヤード、キッカーは50番高見沢。しかしこのキックはそれまして、フィードゴール失敗となりました。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、琉球ガーデンライオンズ16点、トライスターズ0点、琉球がワンタッチダウン、ワンスタッチダウン、ワンセーフティーのリードを奪いまして、前半戦終了となっております。